こんにちは、とうこママです。今日は子どもの習い事があるので早めに仕事を切り終えて晩ご飯の下ごしらえをしていきます。いつも拭き掃除で使っているのはこちら、セスキ炭酸ソーダです。家中の拭き掃除はこれ一つ。合成化学薬品ではないので台所の拭き掃除や床掃除にも安心して使えます。特に小さい子供は床を這いずり回るのでずっとこれを使っています。小さじ1杯で 500ml ボトル1杯分できるのでお財布にも優しいのも嬉しいですよね。今日は子供の習い事や子供たちの送迎、夕方の時間はとても忙しく家に帰ってくると5時半過ぎなので、少しでも楽ができるように晩ご飯を軽く仕込んでおきます。1品目はローストポーク。簡単にできて美味しいのでよく作っています。豚の塊肉に塩コショウを振ります。ローストビーフも同じ手順で作れるのですが、お手頃な豚肉が多めな我が家です。熱したフライパンで表面を焼きます。このローストポークとっても美味しいので多めに作って2回に分けて食べています。焼けたらひっくり返します。密閉の袋に豚肉を入れます。使うのはホットクック。ホットクックは低温調理が得意なのでローストポークやサラダチキンをよく作ります。後の加熱は任せてね。スイッチを入れて約2時間待てば完成です。次にローストポークに合わせる煮卵を作ります。沸騰したお湯にゆっくりと卵を入れていきます。煮卵は子どもたちも大好きなので翌日も食べられるように多めに作ります。固ゆでが良ければ10分、8分茹でるとちょうど半熟ぐらいに仕上がります。ゆで卵を作る時の一番のストレスはうまく殻がむけないこと。白身が崩れると本当にイライラしますよね。うまく殻がむけるコツは茹で上がった後に一気に冷水で冷やすこと、そして殻全体にひびを入れること。こうすると一瞬で剥けます。綺麗に殻が剥けると本当に気持ちがいいですよね。私のゆで卵のストレスも随分減りました。殻を剥いたゆで卵をビニール袋に入れます。味付けは簡単、めんつゆだけ。次に作るのは人参しりしり。子供が人参好きかと言われればどちらでもないか、あんまり好きではない。なので人参はつい冷蔵庫で余りがち。
卵に入れるのは酒と白だし。よく熱したフライパンで先に卵を焼きます。あまり固まらないうちに一度取り出します。次に人参を加えてよく炒めます。シーチキンは油ごとフライパンに入れて人参となじませます。子供は人参が硬いと食べてくれないので水を入れて人参を柔らかくします。調味料は酒、みりん、白だし、醤油。人参が柔らかくなったら卵を戻します。これで完成です。お迎えに行く前に晩ご飯のお米を洗ってセット。これで晩ご飯の下ごしらえは完了です。さて一服といきたいところですが、アイスコーヒーが切れていました。この夏はハリオの水出しアイスコーヒーポットを購入しました。私は大のコーヒー好き。去年まではアイスコーヒーを1本100円ぐらいのペットボトルで買っていましたが、今年は水出しアイスコーヒーを作っています。コーヒー豆から作るアイスコーヒーはペットボトルのコーヒーとは桁違いに美味しいです。フィルターに豆を入れて約12時間置いておくだけ。これで簡単に美味しいアイスコーヒーが飲めるので、このポットはこの夏購入して良かったものの一つです。さてそんなこんなで時間が経ち、ローストポークが完成しました。食べるまで冷やしておきます。それでは子どもたちのお迎えに行ってきます。まず娘をお迎えに行き、習い事まで送り、その合間に幼稚園保育園のお迎え、また習い事場所まで戻り、次に学童のお迎え。約2時間子どもの送迎にあちこちと回ります。習い事がある日はかなりのハードスケジュールです。お家帰ろう。ねえ、お家帰ろうよ。はい、うん、アイス？アイス食べたいの？なんかあるかな？なんか食べる？じゃあちょっと待って。今日帰りにお友達に会い、アスパラガスをいただきました。今さ卵食べたら夜の卵なしだからね。いい？いいね、みんな食べてるけど卵なしだからね。はい、どうぞ。晩ご飯の卵ないからね。今日さ、アスパラもらったんだよ、アスパラ。お肉巻きするわ、アスパラ。いいね。庭に生えているアスパラガス、いつもこの時期にいただいています。新鮮なうちに食べたいと思い、今日は急遽アスパラガスの肉巻きを作ります。まずはアスパラガスの皮を皮むき器で剥きます。アスパラの皮むいてくれない？やだ、アスパラの皮むいてよ。これ大変なんだけど。あ、むく。むいてくれる？
できた？硬い。あれ。ちょっと入んないんだよ。ちっちゃい。約2分茹でたら氷水につけます。今日は豚バラでアスパラガスを巻きます。片栗粉をまぶして豚肉が剥がれないようにします。子供たちがあまり食べてくれないアスパラガス、ベーコンやお肉で巻いてあげると子供たちは大喜びで食べてくれます。調味料は酒、みりん、醤油。味を混ぜましたら完成です。これ何色？ピンク。と蝶が何匹います？で3が何色の蝶が何匹います？アスパラガスの下処理に時間がかかったので簡単にできるじゃがバターを最後に作ります。キッチンペーパーを濡らしてじゃがいもの上にのせ電子レンジで約7分加熱します。じゃがいもに切り目を入れてバターをのせて塩を振ったら完成です。バタン。冷蔵庫で冷やしていたロースポークを切り分けていきます。これ人参食べてね。人参しりしりも。
食べてない。シリシリってどういう意味？卵とツナが入って、なんでシリシリって言うんだろう。シリシリ、シリシリとか美味しい。美味しい。今日は、今日もあっという間に綺麗になくなりました。食べきるのは一瞬です。最後までご視聴ありがとうございました。この動画が面白ければ高評価、チャンネル登録お願いします。では次の動画でお会いしましょう。